カモンリバプール。どうもリバプール大好き YK です。今回はチャンピオンズリーググループステージ第1節リバプール対ミランの試合をプレビューしていきたいと思います。このチャンネルではリバプールに特化した情報をお届けしておりますので、もしよかったら高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。それではいきましょう。9月15日28時からキックオフとなります。チャンピオンズリーググループステージ第1節リバプール対ミランの試合。それではまずミランについて情報をお伝えしたいと思います。ミランはこの夏ですね、11人もの選手を獲得しました。その中にはジルーだったり、トナーリをローンを完全移籍にしたり、ブラヒム・ディアスをレアル・マドリードからローンで加入させたりと積極的な補強を行っていました。ミランはですね、昨シーズンセリエ A で2位となってチャンピオンズリーグ 1-3-1-4 シーズン以来の出場となります。さあ、それでは次にリバプールとの対戦成績振り返っていきたいと思います。なんとミランとはチャンピオンズリーグ決勝でしか戦ったことがないという相手になります。1回目がイスタンブールの奇跡でリバプールがミランを下した、大逆転で下したあの試合が1回目、そして2回目はミランが優勝してしまったシーズンのチャンピオンズリーグ決勝、この2回のみの対戦となっております。その2度のチャンピオンズリーグ決勝では1勝1敗という成績でございます。さあ、続いてこの試合の注目ポイントを挙げたいと思います。まず最初の注目ポイントはイブラヒモビッチ対ファンダイクの対決、これではないでしょうか。10月には40歳となるイブラヒモビッチですが、未だ健在といったところを見せております。9月12日に行われてましたミラン対ラツィオの試合でもゴールを挙げております。まだまだ動けるなというところもありますので、非常に怖い選手なんじゃないかなと思います。それを世界最高のセンターバックファンダイクはどう抑えるのか、注目ポイントでございます。そして注目ポイント2つ目は難攻不落のホームアンフィールド対昨シーズンセリエ A でアウェー成績ナンバーワンのミランの対決。まあ、アンフィールドでは数々の強敵を倒してきたリバプールでございますが、このアンフィールドに初めて AC ミランがやってきます。ミランは昨シーズンセリエ A の中でアウェー成績がナンバーワンということで、アウェーで結果を残しているチームでございます。まあ、セリエ A の中なのでチャンピオンズリーグになるとどうなるのか注目されるところです。そして注目ポイント3つ目はケシエ対チアゴ、ここになるんじゃないかなと思っております。なぜかというとですね、リバプールは残り契約1年となっておりますケシエを狙っているという情報が入ってきています。そしてミランはですね、ケシエを出すならチアゴとトレードしてほしいというようなことも言っているそうなので、もしチアゴが活躍できればトレードの話はなくなるでしょうし、もしケシエが大活躍してチアゴがそれなりの出来だったら、リバプールファンとしてはトレード要因としても出してもいいというふうな考えになるかもしれません。非常に注目されるところじゃないかなと思います。このような注目ポイントも含めて皆様ご覧になってみてはいかがでしょうか。というわけで今回はチャンピオンズリーググループステージ第1節リバプール対ミランの試合をプレビューしました。はい、というわけでいかがだったでしょうか。リバプール対ミランのプレビュー、これまで2回しか対戦していないということで、非常に歴史に残る対戦になるかと思います。難攻不落のアンフィールドにミランを迎えます。この試合は9月15日の28時からワウワウで放送されます。このチャンネルでも一緒に観戦しようということを行いますので、もしよかったらお越しいただければなと思っております。果たして中2日で行われるチャンピオンズリーググループステージ第1節リバプールは勝利できるんでしょうか。一緒に応援してリバプールを勝たせてあげましょう。というわけで今回はリバプール対ミランの試合をプレビューしました。もし少しでも面白いと感じましたら、高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。